とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、マイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、この装備を、使っていきましょう。これ、英雄のアーマー、黄金です。黄金スキルがちょっと残念。毒フォーカスのレベル2。これ、レベル3だったらね、もっと良かったんだけども、まあ、とりあえず今日はね、もうこの装備が、もう、確定って言うんじゃなくって、この勇者のアーマーと、ポーションバリア、これの組み合わせで、どんな感じになるか、それをね、見ていきたいと思います。実際ね、この残りの2つのエンチャントは、若干微妙です。なので、今回は、このポーションバリア、これだけを見たい。うん、何かっていうと、まあ、ポーションバリアで、めちゃめちゃ防御力上がるよね。これさえあれば、大概のことがあっても乗り切れるじゃん。そして、これだよ。武器にリフレッシュを入れる。で、このリフレッシュが、1体倒すごとに3秒クールダウンが減少するでしょ。で、英雄のアーマーと勇者のアーマーは、ポーションのクールダウンマイナス 40% で、20秒で使えるようになるのよ。ポーションが。なので、ポーションバリアを無限に、もう永遠に使って倒していけないかなと。それをちょっと実験したいんだよね。まあ、とにかく、行きましょう。ん、どうしようか。エンチャントがさ、入れようかなと思ったんだよな。どうしよう。まあ、確かにデスバーターと幸運な冒険者。これ入れれば、まあ、死ぬこともなくなるかな。いや、でもね、俺がね、思い描くエンチャントじゃないんだ。ということで、まあ、とりあえずなんで、これでいきます。うん。武器は、覆われた怒り。一撃が重いやつなんで、どうでしょう。で、今回のチェスト28。あるかないか、ちょっと微妙なところだね。行きましょう。で、クールダウンついてないから、このクールダウンの矢を使って、いきます。うん。これで多分大丈夫じゃないかな。おそらく、ずっと、キノコ、回していけるんじゃないかな。こっちねえな。こっちじゃない。うん。こっち側にね、たまにある時があるのよね。でも基本、ここの、あ、いや、ここのフィールドは、そうでもないか。なんか、全然ないとこあるでしょ。ここはもう、まずもって、少ないよなっていうところ、あるよね。ここはまあ、まだマシな方だわ。わお！ちょっと待って。行くよ。あ、なんだ。ちょっと待って。動かない。あ、あ、そうか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 。なるほどね。霊気と、相性悪悪だもんね。よっしゃ、危ねえ。ポーションバリア。ああ、なるほど。あ、うんうんうん。ポーションバリアが9秒なんで、全然回していける。いけるわ。でも、ただね、ちょっと練習は必要だね。ちょっと練習しないと、おー、わかりづらいかな。全然回していける感じではあるよ。しゃ、ちょっと待って。とりあえず、これね、クールダウンを入れていかないとダメだね。しゃ。だいたい何匹だ？うん、10匹も倒さないうちに、ポーションは回復するからね。そうか、そうか。よっしゃ。あー、そうね、羽を入れた方がいいかな。羽を入れて、クールダウンをもう少し加速していった方が、やりやすいか。まあまあ、これは慣れの問題だと思うけどね。慣れてくると、多分大丈夫だろうけども。慣れるまでがちょっとこれ厳しいかも。おーっと、いきなりかい。びっくりした。こういうことあるよね。よっしゃ。
これね、キノコが切れればね、もう結構終わる感じなのよね。キノコがめちゃくちゃ重要。まあ、そりゃそうか。この怒りを使ってる時点でそうだもんね。キノコがないと、とてもじゃないけど、使っていけないもんな。じゃあ、だから、弓でのクールダウンがものすごく重要になる。そうね。いや、でもね、これ全然ね、いい感じだよ。いい感じに、この、ポーションバリアか、をうまくね、回していくことはできる。うん。ほぼほぼ死なない体っていうのは、手に入れてんのよね。ただね、若干ね、これじゃない感があるんだよね。若干ね、なんだろうな。おそらく、あれだね。エンチャントで、クールダウンもしくは、アクロバットか、マルチロール、そのあたりが欲しいかな。普通のね、ロールだけじゃ、ちょっとね、難しいというか、慣れが必要な感じ。全然いいのよ。この構成みたいなのは。全然強いんだけども、ちょっと今一つそういうところが欲しいかな。おっと、出た。あ、ここは、あれだ、古代の恐怖かな。英雄アーマーが出るとこだよ、ここ。めちゃくちゃいい。よっけ。ああ、ただこの雲がやりにくいんだな、多分。ちょっと待て。おい。あいつ。畳の見物してやがる。ちょっと待て。ああ。こいつやりにく。ちょっと待って待って待って。オッケー。あ、ファイアボルトスロワーか。ああ、まあまあまあ、でも、最強の弓になる可能性はあるよ。あと一体ぐらい出てきてくれないかな。あと一体ぐらい来てくれればめちゃくちゃ嬉しいんだけど、なかなか厳しいか。ああ。いや、でもね、これもうちょっとね、いいやつが出てきてくれれば、このビルドはなかなかいいよ。全然使っていける。ほぼ不死身の体が、手に入るんじゃないかな。よっしゃ。でも常にポーションバリアっていうのは、本当に強いよ。本当に。そのためにはやっぱね、クールダウンが何かと必要になるんだよな。あう。でい。もうちょっと。いや、なかった。この奥にはどうだ？あるかな？この奥。いや、ないわ。なんかもうゴールが見えてきそうだ。ほらー。なかった。いなかったね。まあまあ、一体いたから、まだマシか。まあ、見てみましょう。商人、危ない！危ない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 。よく忘れるな。幸運を入れてから見るようにしようね、みんな。全部ノーマル。いりませんね。破滅か。いらないね。いらないね。お、サブリューイング。サブリューイングね、俺意外とね、いいんじゃないかなと思うんだよね。あ、いらない。サブリューイング。いやー！スキル微妙。影。いらないね。次。名もなき、いりません。はい。まあ、出た。ファイアボルトスロワー、どんな感じだ？いりません。爆弾弓を使うのであれば、まあ、ダイナモが今のところ絶対必要になるんで、いらないね。ダイナモなしはいりません。はい。ということで、今日はね、
この装備、英雄のアーマー、試してみました。ポーションのクールダウンが 40% ダウンして、で、さらにポーションバリアをつける。で、武器にリフレッシュをつけてやっていくと、まあまあまあ、常にポーションバリアの状態で戦っていくことができます。ただ、このね、キノコとか、うん、特にキノコだね、が切れることがたまにあったので、やっぱりね、マルチロール、アクロバット、もしくはクールダウンが一個ついてないと、ちょっと気を使う。気使っちゃうね。なんでもう少し、この英雄のアーマー、もしくは勇者のアーマー、それを、集めていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。